アマデウス、アマデウスは、ピーター・シェーファーによる戯曲であり、作曲家、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトとアントニオ・サリエリの、人生の史実を大きく脚色した作品である。1979年に初演された。アマデウスは1830年に、アレクサンドル・プーシキンが書いた、短い芝居、モーツァルトとサリエリに触発されている。 プーシキンの戯曲に基づいて1897年に、ニコライ・リムスキー・コルサコフが、オペラ、モーツァルトとサリエリを書いている。本戯曲では、モーツァルトやサリエリをはじめとする当時の作曲家の音楽がふんだんに使われている。モーツァルトのオペラ、高級からの誘拐、フィガロの結婚、ドン・ジョバンニ、マテキの初演が、それぞれ重要な場面の舞台となっている。 1979年に、ロンドンのロイヤルナショナルシアターでの上演が成功した、後、ウェストエンドに引っ越し、さらにブロードウェイでも上演された。アマデウスは1981年のトニー賞、演劇作品賞を受賞した。シェーファー本人も脚色に関わって、映画アマデウスが制作され、1984年にアカデミー賞も受賞した。アマデウスとは、 ボルフガングアマデウス・モーツァルトのミドルネームから来ている。初演以降、シェーファーはプロットを含めて大きく、戯曲を改訂しており、大まかに第六版まで改訂が存在する。以下は、すべての番に共通する要素のみである。物語の最初では、サリエリは、老人で、忘れ去られても未だ生きながらえている。観客に直接話しかけ、 かつて、モーツァルトを毒殺したと主張し、説明しようと約束する。そこでアクションは18世紀に戻り、サリエリがすでに噂も音楽も耳にしていたモーツァルトに、直接対面した時が描かれる。サリエリは、モーツァルトの音楽を称賛し、直接モーツァルトに会うチャンスに興奮しており、その間に、モーツァルトの楽曲が、サロンで演奏されている。しかしながら、 とうとう本人に会ったサリエリは、モーツァルト自身にはその楽曲が有しているような、優雅さも魅力もないと分かって、非常に落胆する。サリエリが初めて見かけたとき、モーツァルトは四つん這いになって、未来の花嫁、コンスタンツェ・ウェーバーと、下品な話をしていた。サリエリは、モーツァルトの素やな、振る舞いと、神が不可解にも与えたその天才を納得して、受け入れることができない。 サリエリは今までずっと熱心なカトリックで神が自分を差し置いてモーツァルトにこのような才能を与えたとは信じられない。サリエリは神を拒み創造主に仕返しすべくモーツァルトを破滅させるためあらゆることをすると誓う。これ以降の芝居のほとんどの部分でサリエリはモーツァルトの前では友人のようなふりをし一方で相手の評判をめちゃくちゃにし 楽曲の成功を妨害するため最大限努力する。フィガロの結婚リハーサルの場面などでは、皇帝ヨゼフ2世自身が直接介入したためようやく、モーツァルトが仕事を続けられるようなことになる。サリエリは、モーツァルトの妻となったコンスタンツェが助けを求めてやって、来た時に相手を侮辱し、さらに、モーツァルトの人格について、皇帝や宮廷に対して悪い噂を流す。 アマデウスの主要なテーマの一つとして、より素晴らしいものになっていく。自身の作品によって、モーツァルトは貴族である、大衆の支持を得ようと何度も試みるが、常に、サリエリの成果、あるいは、貴族階級が、モーツァルトの天才を評価する耳を持っていないせいで、くじかれるというものがある。芝居はサリエリが、自分の名を残すための最後の試みとして、 モーツァルトをヒソで殺したと告白して、カミソリで自殺しようとするところで終わる。しかしながらサリエリは生き延び、告白は信じられず、サリエリは再び凡人として忘れ去られるままになる。シェーファーは、モーツァルトとサリエリ双方を描くにあたって想像上の芸術的特権を行使して史実から離れている。二人の間に敵意があったことは残っている文書から読み取れるが、 サリエリがモーツァルトの破滅を招いたという説は、こうした作曲家たちの人生やキャリアを研究している、人々からは否定されている。歴史的には、モーツァルトとサリエリが実際にライバルとして緊張関係にあった可能性はあるが、相互の尊敬に基づく関係を築いていたことも、証拠から伺える。例えば、サリエリは後に、 モーツァルトの息子フランツクサーバーモーツァルトに音楽を教えている。さらに、モーツァルトの生前も死後も、その作品を数作指揮している。アマデウスは1979年に、ロンドンのロイヤルナショナルシアターで初演された。ピーター・ホールが演出を務め、ポール・スコフィールドがサリエリ役、サイモン・キャロウがモーツァルト役、フェリシティ・ケンダルがコンスタンツェ役を務めた。 キャロウは後に映画版にも違う役で登場している。後にウエストエンドで引っ越して改訂版が上演され、フランク・フィンレイがサリエリ役を務めた。1980年12月11日にブロードウェイのブロードハースト劇場でアメリカ初演が行われた。イアン・マッケランがサリエリ役、ティム・カリーがモーツァルト役、ジェーン・シーモアがコンスタンツェ役を演じた。 公演は1181回行われ、1983年に10月16日に閉幕した。トニー賞では、マッケランとカリー両名の男優賞、ピーター・ホールの演出歌賞、演劇作品賞、演劇衣装デザイン賞、演劇照明デザイン賞、ジョンベリーの演劇装置デザイン賞で7部門にノミネートされ、演劇作品賞とマッケランの 演劇主演だに優勝を含めて5部門を獲得した。この公演中、マッケランに代わって、ジョン・ウッド、フランク・ランジェラ、デビッド・デュークス、デビッド・バーニー、ジョン・ホートン、ダニエル・デービスが、サリエリ役を演じた。カリーの後は、ピーター・ファース、ピーター・クルック、デニス・ボート・シカリス、ジョン・パンコー、マーク・ハミル、ジョン・トマス・ウェイツが、モーツァルト役を演じた。エイミー・アービング。 スザンヌ・レデラー、ミシェル・ファー、キャリス・コーフマン、モーリーン・ムーアも、コンスタンツェイ役を演じた。1999年に、ニューヨークのミュージックボックスシアターで再演され、再び、ピーター・ホールが演出を務め、12月15日から、翌年5月14日まで173公演が行われた。トニー賞で、演劇リバイバル作品賞と、サリエリを演じた、デビッド・スー・シェが 演劇主演団優勝を受賞した。モーツァルト役は、マイケル・シーン、コンスタンツェ役が、シンディカッツ、ヨゼフ・ニセイ役が、デビッド・マッカラムであった。2006年7月にロサンジェルス・フィル・ハーモニックが、ハリウッド・ボールで最新の改訂版の一部を、上演した。ニール・パトリック・ハリースが、モーツァルト役、キンバリー・ウィリアムズ・イコール・ペイズリーが、コンスタンツェ役、マイケル・ヨークが、 サリエリ役であった。レナードスラットキンがオーケストラを指揮した。ルパート・エベレットが2014年7月12日から8月2日まで新しく改装されたチチェスターフェスティバル劇場でのアマデウス再演に際してサリエリを演じた。ピーター・シェーファーも最後の上演に出席した。2016年10月から2017年3月に かけて、マイケル・ロングハーストの演出で、ロンドンのナショナル・シアターにて新演出で再演された。ルシア・ムサマティが、サリエリ役、アダム・ギレンが、モーツァルト役、カーラ・クロムが、コンスタンツェ役、ヒュー・サックスが、オルシー・ニ・ローゼンベルク・伯爵役、トム・エッデンが、ヨゼフ・ニセ役を演じ、サウス・バンク・シンフォニアが生演奏を行った。この上演は、売り切れて、批評でも絶賛され。 ムサマティとギレンが同じサリエリとモーツァルト役で2018年に再演されている。この上演はナショナルシアターライブでも上映され、日本でも日本語字幕付きで2018年に上映された。日本でも1982年、サリエリ役が9代目、松本幸志郎、モーツァルト役がエモリトールという顔ぶれで日本語版初演が行われている。 好評を博して、甲子郎、エモリ版で1983年、1985年、1986年に再演された。1993年からは、サリエリは引き続き甲子郎、モーツァルトに7代目、市川染五郎を新たに迎えて、1995年、1998年、2004年と再演された。2011年には、 シ子郎のサリエリ、モーツァルト・タケダ・マサハルで上演され、2017年、シ子郎名として、最後のサリエリ、モーツァルト・キリヤマ・テラシシで上演された。2017公演中に上演回数450回を迎える。1984年に映画化され、アカデミー作品賞を含めて、合計8部門でアカデミー賞を受賞した。F. マーリーエブラハムが、 サリエリ役でアカデミー主演団優勝を受賞し、トム・ハルスがモーツァルト役を、エリザベス・ベリッジがコンスタンツェ役を演じた。シェーファーと監督のミロス・フォアマンは前編を改訂し、戯曲にはない場面や登場人物も付け加えられた。戯曲は主にサリエリに焦点を当てているが、映画は二人の作曲家双方のキャラクターをさらに掘り下げている。 1983年には BBC ラジオ3がピーター・ホール演出で初演のナショナルシアター版キャストによる上演を放送している。2011年1月2日にラジオ3のモーツァルトの天才シリーズの一部としてこのラジオ版が再放送された。2006年にモーツァルトの生誕250周年を祝うため BBC ラジオ2でネビル・テラーが シェーファーの戯曲を脚色して15分のエピソード8話から、なる本案とし、ピーター・レズリー・ワイルド演出、F ・マーリー・エーブラハムが、サリエリアクで放送した。BBC ラジオ7で、2010年5月24日から6月2日に、かけて、再放送されている。ありがとうございます。